先寺寺寺は、静岡県富士宮市にある、総当州の寺院。先寺寺寺の名称の由来として自伝に、東高地里レームを、感じて招致を、得とあり、そこから、戦勝寺と名付けられたという。そして、大江六年に先寺寺寺と改められたという。純白徹る清が工法のため当地を訪れた際に、レームを見たといい、また同様のレームを、 富士山本宮浅間大社の大宮寺である藤聖寺も見たという。そのため藤聖寺が男子となり寺院の建立へと至ったという。さき寺主寺の前身は仁紀三年に満遂によって解散された広国寺だと言い,い、その弟子である万清氏が住みやましていたもののやがて無中となり、その後は荒れ果てていたという。また縁起に朝朝日早く、 テラシ司令説を官理を言って先、テラシと名付け、それの旧院の名たるをもって山を、広し国と合図とあるため、広くに山崎テラシとなったとも言う。富士市の菩提寺として交流し、中世には松寺を十数字保持するほどの流星を誇った。駿河国は今川氏が漁していたが、駿河信仰に伴い武田氏が領することとなり、またその後武田氏が滅亡すると、 徳川氏が漁している。やがて、徳川家康が関東天保となると、豊臣氏が同地を支配することとなった。先き寺氏は大名による庇護が厚く、各自制で、今川、武田、徳川、豊臣すべての大名による庇護を受け、事業安堵や、諸役免除等を受けた。また、穴山氏といった国人領主からの奉納を受け、特に、穴山信友は、 奇進を繰り返した。先寺史寺のご本尊仏である、延明地蔵菩薩中釈原天出典。ありがとうございます。